こんにちは、奥園敏子です。今日は舞茸肉味噌を作りたいと思います。作ったのは絶対簡単です。作ってあるとほんまに重宝しますよね。もうそのままご飯に乗っけて食べてもいいし、レタスに包んで食べるのもいいですよね。で、今回の肉味噌なんですけれども、舞茸をたっぷり入れました。舞茸を入れることでね、全体がねちょっとねあっさりと軽い感じになるんですけれども、舞茸の旨味で決して物足りないことはありません。たっぷり食べてもね胃にもたれないっていうのもいいところです。さらに言うとね、舞茸の食感っていうのがひき肉と似ているようでちょっと違って、そのひき肉とは違うゴロゴロとした舞茸の食感が何とも言えず美味しい肉味噌になります。食べ方のアイディアいろいろ紹介していきます。では今回も楽しく作っていきましょう。材料です。豚ひき肉、舞茸、生姜。調味料として味噌、砂糖、みりん、片栗粉、そして塩を使います。では舞茸を切っていきます。今回舞茸を使っていますが、もちろん他のキノコでも大丈夫ですし、いろいろキノコ混ぜてもらってもいいです。ただ今回舞茸を使っているのはね、私いろいろキノコをやってみたんですけど、この肉そぼろには舞茸めっちゃ合います。一番なんか食感的に舞茸を入れた時が美味しいかなと思ったので、今回は舞茸にしました。で、舞茸切る時はこういう風に切ります。2つに分けて、でね、もうここほらパラパラになってるから端から切るともうねみじん切りになるんですよ。ちょっといきますね。ほら、でここだけがね大きいから、ここはちょっとこういう風に粗く切っておきます。さあ、こんな感じです。いきますね。この根っこの方だけちょっとこういう風に粗く切っておきます。切り終わったら全体に手でこうやってパラパラっとしておいて、こんな形のとかこんな形のとか、まあ、いろいろあるんですけど、このいろんな大きさがある方が食べた時に口の中で面白いんですね。で、この根っこの方の部分のこのちょっと大きかったり分厚かったりするこういうのもね、なんかねすごく美味しさになったりするので、綺麗に均一に切ろうと思わないで、大きいのがあったり小さいのがあったり薄っぺらいのがあったり分厚いのがあったり、いろいろあった方が美味しいと思います。はい、これで舞茸が切れました。では調味料合わせていきます。混ぜるだけです。お味噌、みりん、砂糖。これちょっと甘めに見えますけれども、出来上がった時はそんなに甘い感じではありません。で、ちょっとこれで混ぜますね。ここまでやったら直接ひき肉の上にもバババって入れていっても良さそうなもんなんですけれども、今回のポイントはここに片栗粉を入れるので、さっき合わせています。で、なんで片栗粉を入れるかっていうと、ひき肉のそぼろってそのままだと結構ポロポロすると思うんですよね。で、ここで片栗粉を入れることでね、全体にとろみがついてまとまりやすくなるんです。でも直接入れると片栗粉がダマになりやすいので、今回は合わせ調味料をあらかじめ合わせておいて、その中に片栗粉を入れています。片栗粉の量ね少しなんですけども、これが結構効きます。これで合わせ調味料ができました。ではフライパンで作っていきます。ひき肉からです。ひき肉からなので、まだフライパンは火にかける前です。ひき肉に下味をつけます。塩です。そして生姜。さあ、これは好きな人はたっぷりです。さあ、これで軽く混ぜて、さあ、これで火にかけます。さあ、ひき肉に火が通ってきました。ひき肉多少ね、こう塊があったりしても大丈夫です。さあ、ひき肉がそぼろ状になったら、ここで舞茸です。舞茸入れます。細かく切ってるのでね、すぐ火が通ります。あ
とこれ調味料を入れて仕上げるので、ここで舞茸に火を通してほしいんですね。もう後で火が通るやろうって思わないで、ここで舞茸にしっかり火を通すっていうのが大事なところです。舞茸が火が通ったかどうかの目安は、舞茸がちょっとツヤっとして水分が出てくれば大丈夫です。舞茸の傘がちょっと減りましたよね。ちょっと舞茸がツヤっとした感じになっています。そうしたらここで合わせておいた調味料です。ここで調味料を入れて一気に絡めていきます。片栗粉を入れたので、ここでちょっととろみがついて、ほらパラパラしないで、ほらまとまりますよね。これが片栗粉効果です。これね、片栗粉が入ってないと舞茸と黄身がポロポロになって、なんか本当に食べにくいんですよね。でも片栗粉入れたことで、ほらこんな感じでまとまっていきます。片栗粉に一応ね、しっかり火を通してもらうのと、あとお味噌がねちょっと焦げてる感じも美味しいかと思いますので、ここはそんな慌てないでじっくり炒めてもらって大丈夫です。さあ、これで全体がまとまった感じになって、ちょっともうお味噌も焦げそうかなっていうぐらいになったら、これで出来上がりです。今回はこれでもう終わりにしますけれども、お好みで青ネギや青じそなんか入れてもらうのも美味しいかと思います。今回はこれで出来上がりです。できました。舞茸舞茸、ひき肉の中でかくれんぼ、コロコロ食感とうまみアップでひき肉喜び、一緒にウハウハ。レタスに包まれたり、ご飯に混ぜられたり、あたしらこれからもずっと一緒がええな。にっこりうまうまの一品です。では早速食べたいと思います。いただきます。まずはレタスに巻いて食べてみたいと思います。手掴みで行かせてもらいます。お肉がしっとり柔らかジューシー、そしてね、こう噛んでいくとね、ひき肉の食感と時々違う食感が歯に当たります。これがね、舞茸の食感なんですよ。ちょっとゴロッとしてるような柔らかい感じで、とってもいいです。そしてこの甘辛味がちょっと濃いめなのでね、レタスで巻くとかご飯にのっけた時にはちょうどいい感じの濃さになっています。お砂糖が入っているので甘いように思わはるかも分かりませんけど、甘さはね、そんな甘ったるい感じではないのでね、続けて食べても食べ飽きない感じの甘さになっています。今はレタスとね、肉味噌だけでシンプルに食べましたけれども、私はね、いつでも普段家で食べるときはこのレタスの上にちょっとご飯も乗せて、そして肉味噌乗せて、そしてサラダ巻きみたいな感じで食べるのが好きです。で、その場合はね、例えば青じそみたいな香りのあるものをちょっと一緒に巻いたりとか、あときゅうりとかね、ちょっと食感のあるものを一緒に巻いたりとかすると、それもまた美味しいかと思います。で、この肉味噌、もちろんね、そういう巻いて食べたりするのも美味しいんですけれども、他の食べ方もいろいろできます。例えば卵にね、これを入れてね、卵焼きにするんですよね。もう味付けはこの肉味噌の味付けだけで大丈夫です。卵に溶いて混ぜてもらって、普通に卵焼きにしてもらうとね、ちょっと具だくさんの卵焼きですごく美味しくなります。こんな感じです。あと私の好きな食べ方としては、お豆腐にかけてね、ちょっとネギとかかけてもらって、辛いのじゃなかったらラー油とかちょっとかけてもらうとね、即席の麻婆豆腐みたいになるんですよ。冷ややっこでもいいし、ちょっとレンジ加熱してあったかいお豆腐でも、どっちでもいいです。豆腐と混ぜ混ぜしながら食べるとね、とっても美味しいです。これお味噌ですからね、パンに塗ってね、チーズトーストの具なんかにしてもらうのもすごく美味しいかと思います。そんな風にね、いろいろアイデア次第でいろいろ楽しめます。で、今回の肉味噌最大のポイントは舞茸が入っていること。これ舞茸入っているのでね、すごく軽いんですよ。で、食感もね、ちょっと
ちょっと柔らかい感じの食感になるし、旨味もあります。食べた後の胃の感じもすごく軽いのがいいところです。これ多めに作っといてもらうとね、冷蔵庫で 4,5 日は保存できます。ちょこちょこ食べてもらうのもいいですしね、お弁当なんかにも大活躍するかと思います。こんな感じです。これからね、夏の疲れが出てくる時ですのでね、上手に作り置きしてね、美味しく食べるっていうのがね、もう本当に大切になってきます。この肉味噌作っといてもらうとね、アイデア次第でいろいろ食べられますしね、食べ方を変えればね、飽きずに食べてもらえると思いますのでね、ぜひぜひ賢く作って美味しく食べて、これからまだもう少し暑いですからね、元気にお過ごしください。今回もとっても美味しくできました。ぜひお試しください。本日のおまけ、レタス肉味噌うどん。うどんにレタスを散らし、舞茸肉味噌とトマトをのせました。混ぜ混ぜすればレタス、ひき肉、舞茸、トマトがみんな楽しくうどんに絡み、お口に入ればお祭り騒ぎ。シャキシャキ、つぶつぶ、コロコロ、つるつる、大盛り上がりの一品です。この動画を見て作りたくなったら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。